悪魔芥川龍之介バテレンウルガンの目には他の人の見えないものまでも見えたそうである特に人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などはありありと形が見えたというウルガンの青い瞳を見た者は誰でもそういうことを信じていたらしい。 少なくとも南蛮寺のデウス如来を礼拝する法教人の間にはそれが疑う余地のない事実だったということである古写本の伝うるところによればウルガンは織田信長の前で自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語ったそれは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた 奇怪な小さい動物であるウルガンはこの悪魔があるいは塔の栗りの上に手を打って踊りあるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見たいやそればかりではないある時は山の胞子の背にしがみつきある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たというしかしそれらの悪魔の中で 最も我々に興味のあるものは何がしの姫君の古の上にあぐらを書いていたというそれであろう古写本の作者はこの悪魔の話なるものをウルガンの風雨だと返している信長がある時その姫君に化粧して立って自分の意に従わせようとしたが 姫君も姫君の二親も信長の望みに応ずることを喜ばないそこでウルガンは姫君のために元を悪魔に借りて信長の亡をいさめたのであろうというのであるこの解釈の逃避はもとより今日に至ってはいずれとも決することが容易でないと同時にまた我々にとっては むしろいずれにせよ差し支えのない問題であるウルガンはある日の夕べ南蛮寺の門前でその姫君の腰の上に一匹の悪魔が座っているのを見たがこの悪魔は他のそれとは違って玉のように美しい顔を持っているしかもこまねいた両手といいうなだれた頭といい あたかも何事かに深く思いいい悩んでいるらしいウルガンは姫君の身を気遣った二親と共に熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということはただ事とではないと思ったのであるそこでこのバテレンは腰のそばへ近づくとたちまち尊いクルスの力によって難なく悪魔を捕らえてしまった。 そそうしてそれを南蛮寺の内陣へ襟紙をつかみながら連れてきた内陣には恩主ヤソキリストの画像の前にろうそくの火がくすぶりながら灯っているウルガンはその前に悪魔を引き据えてなぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか厳しく司祭を問いただした私は あの姫耳を堕落させようと思いましたがそれと同時に堕落させたくないとも思いましたあの清らかな魂を見た者はどうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう私はその魂をいやが上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです がそうと思えば思うほどいよいよ堕落させたいという心持ちもしてきますその二つの心持ちの間に迷いながら私はあの腰の上でしみじみ私たちの運命を考えておりましたもしそうでなかったとしたらあなたの影を見るより先におそらく血の底へでも姿を消して こういうい浮き目に会うことは逃れていたことでしょう私たちはいつでもそうなのです堕落させたくないものほどますます堕落させたいのですこれほど不思議な悲しさがまたとほかにありましょうか私はこの悲しさを味わうたびに昔見た天国の朗らかな光と今見ている地獄の暗闇とか 私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうかそういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔はこう言って涙を流した。古写本の伝説はこの悪魔の成りゆきをつまびらかにしていない。 我々はこれを読んだ時にただこう呼びかけたいような心持ちを感じさえすればいいのである「ウルガンよ悪魔と共に我々を憐れんでくれ我々にもまたそれと同じような悲しさがある」